はい、どうも皆さんこんにちは、リュパラです。本日はですね、アップデートされまして、セレステ編がね、新しく追加されました。そちらのですね、ストーリー追加記念フェスで、新キャラクターのエボノ、これがですね、当たるガチャでございます。生放送、ニコ生かな、生放送で、もうエヴァノについても触れていましたし、まあ、その他いろいろね、話していらっしゃったんですけども、能力見たんですけど、まあ、確かに強いんですよ。強い能力だったんですけど、まあ、結論から言うと、もうそんなに引かなくてもいいんかなと思って、もう1枚あれば十分かなと。個人的にはそう思います。遅いね、読み込みが。まあ、ざっくり説明すると、今回新しくなったのが、負荷っていうものがついてます。負荷っていうのは何なのかと言いますと、普通の攻撃にプラスアルファ攻撃がつきますよ、的な感じです。このエボロの能力っていうのは変換と負荷となっております。変換っていうスキルを発動すると、まあ、能力が上がって、効果期間中に、4体倒すとマナー1つ獲得しますよと、それにプラス負荷というものがあって、それが、通常攻撃に追撃を付与し一定確率でスローにする。このキャラクターはスローにすることで相手の能力をとことん下げまくって戦っていくっていうプレイスタイルなんですね。今回、このね、セバの、エヴァノか、エヴァノ以外にもセレステっていうね、あの初期の、まあ、初期で主人公ですね、主人公のキャラクターが手に入るんですけども、このセレステが、まさしくこのエヴァノとものすごく相性がいいわけなんですね。このね、まあ、スローの敵に与えるダメージが増えると、もうこれだけでもうバッチシですね。まあ、さらに言うと、味方が必殺技を発動するために自身の HP 回復と、まあ、ここは自分だけなんですけど、それでもエヴァノが、まあ、そういったね、能力を何回も使うというふうな体でいけば回復もできるという非常に相性のいい組み合わせとなっております。まあ、ざっくり説明すればそんな感じなんですけど、まあね、やっぱ僕が思うのはシンプルにね、結束とかがついてての、強さっていうのが、いわゆるスキルを使わずしても能力が高いっていうことが言えるので、そういうキャラクターがやっぱり強いのかなって思うんですよ。あとですね、まあ、スローの敵、スローにすると強いっていうのは分かるんですけど、スローが効かない敵っていうのももちろんいるんですよ。それこそまあ、本当にスローが効かないキャラクターはいるんで、そういったキャラクターがボーンって出るときに、もう大したの仕様がないっていうか、すべてにおいて万能ではないんですよね。ってなったときに、僕が欲しいか欲しくないかっていう話になると、そこまでかなっていう。なんで今回は1枚でもあった方が、なんかで使えるかなと思ったので、1枚はゲットしようと思います。まあ理想はね、この10連で、どうにかゲットしたいと思いますので、まあ前置きは長くなりましたが、引いていきましょう。出ないかな。まあ、最悪30回回してでも、まあ、ゲットしようかなとは、はい、思いますけどね。来い！わあ、もうピーカ煽るわ、毎回。あわりかな。なったか。はい。まあ、残念ながら SWS レアは出ずと。いうことで。はい、気を取り直して、まあ、次でね、次こそで決めてやろうと思いますよ。来い来い全然出ねえじゃねえか。あ、来たー。運命は回り始める。さすがにユグドが来て外れるのはないでしょ。エヴァのゲットでございます。もうあの
子はいない。でもあの子が残した弓はここにある。ちょっとね、私あまりストーリーを進められてないので、エヴァノっていうキャラクターが出たのは確かあったと思うんですけど、その後のストーリーがちょっとねいまいちなんですよね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、22回回してね、なんとかゲットすることができました。今日の3月9日のアップデートで、新しくなったのがありまして、お気に入りボイスっていうのがついたんですね。まあ、これも生放送で言ってたんですけど、ここの画面のお気に入りしてるキャラクター、僕今まどかなんですけど、これをベーベっていじるとお話ししてくれるっていうやつですね。これがね、親衛度によって変わるらしいです。なんでね、確か30まで上げたら全てのボイスが消えるっていう風なやつになってますんでね。まあ、最近出たキャラクターだけになってますけど、まあ最近っていうか、チェンクロ3が始まった後のキャラクターですね。その辺がなってますが、まあ、そんな感じですね。まあ、それと同時にですね、僕が一番個人的にすごい良くなったなって思ったのが、このね、昔のキャラクターの SD、これがね、新しくなったっていうのが一番大きかった。義継がかっこいい。よく言えば義継ね、もうちょっとこの喋りを、ボイスをつけてほしかったんですけどね、さすがにそこまでよくは言わないです。でも、義継かっこよくなった。で、あと、もう一個気になったのは、クエストを始める前に動画を見ることができるっていうやつがあるんですよね。これを見た瞬間にね、一歩先をやられてるなっていう感じはしましたね。でも、まあ、僕は僕なりのやり方で、まあ、クエストとかね、解説とかできたらいいなと思ってるんで、まあ、あくまでそれはそれという感じでやっていこうかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、今回は、新しいキャラクターのエヴァノの、ガチャをしたのと、まあ、その他新しくなった点についてお話をいたしました。まあ、とりあえずはですね、このお気に入りボイスっていうのが追加されたっていうのがあるので、まあ、結構いろんなキャラクター親愛度を上げよう上げようと思っててもなかなかね上げるタイミングがなかったんで、まあ、こういったのがついてると特に、なんだっけ、お気に入りに設定してるんで、やっぱ出てくるんで、それを、やっぱりね、こうやって時々いじってあげたりしたら、それで喋るわけですからね。それは愛情湧きますよ。なんでね、まあ、頑張ってキャラクターの親愛度上げたいなと思います。というわけで、本日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。